こんにちは、トヨタカローラ沖縄ハイバル店営業荒崎信也と申します。本日は新型のラブ4についてご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、早速ですけれども、こちら、新型ラブ4になります。見ての通り SUV らしさを追求した外観でかっこいいスタイルに仕上がっております。またこちらの LED のヘッドライトの方ですね、ハイブリッドガソリンで2つのデザインで分かれてデザインしております。でまた今回ラブ4ということで、最大の特徴としてはラブ4の方は、4輪駆動の4を、指しております。なので4駆動すごくメインで推しているお車になるんですけれども、特に沖縄では4駆ってなかなか馴染みがなくて必要ないんじゃないかという声も多いんですけれども、今回4駆としては世界初の機能が搭載されておりまして、ちょっとこちら説明があるんですけれども、ダイナミックトルクベクタリン AWD という機能になります。走りと操縦の安定性、燃費も向上を両立したシステムとなります。通常の4駆発進時だったりとか坂道の走行の時、必要な時は4つのタイヤで駆動していくんですけれども、それ以外の、通常での街乗りの走行では自動的に二輪駆動に切り替えていくことで、2駆も4駆も大幅には変わらないような燃費を追求しております。さらにこちらですね、前輪と後輪の駆動をまた左右独立で制御する機能、またトルクを切り替える機能というのがついておりますので、路面での安定した走行につながり安全性にも寄与する4駆システムとなっております。はい、そもそも4輪駆動というものなんですけれども、通常一般的に多い二輪駆動は、前のタイヤだけで引っ張っていくようなイメージなんですけれども、四駆というシステムの方は前は引っ張り、また後ろは押していくような形になりますので、前2つ後ろ2つ4つのタイヤで押していくため最も安定して走行することができる車のシステムとなっております。こちら今ラブ4のまた運転席の方をご説明させていただきます。今回のこの新型ラブ4、コネクテッドカーというお車になります。コネクテッドというのがですね、お車の、通信機能 BCM という機械がお車全車標準で装備されている車両になります。またプラスですね、こちらの方ナビを、T コネクトナビを今搭載しているお車になるんですけれども、こちらで使ってですね、お車とまたいろんなまたものがつながるナビことでいろいろサービスを提供することができるようになっております。例えばですけれども、こちらにちょっとまた一つボタンがあるんですけれども、走行中にまた目的地を設定したい時とか、これをちょっと一旦長押しします。停電を呼び出します。いつになったらお待ちください。目的地を探すとか、家に帰る時は自宅に帰るとやめてください。目的地を探す、どこへ行きましょうか。美ら海水族館、現在地周辺の水族館をお調べしたところ、一軒見つかりました。沖縄美ら海水族館です。こちらでよろしい場合は目的地設定をお話しください。 G メモリで登録する場合は G メモリでお話しください。目的地セット、こういうふうな形でですね、今音声での認識で目的地を設定したりとか検索したり、またあるいはですね、天気の情報だったり今日のニュースとかっていうもので音声で回答対応してくれる機能等がついております。でまたさらにですね、こちら一つボタンがあるんですけれども、こちらヘルプネットっていうボタンになっているんですが、例えば万が一走行中に事故に遭遇してしまい、ちょっと緊急通報が必要な際ケース、もしくはまた体調悪くしてしまって
何か通常ではもう電話で対応ができないような場合はこのボタンを一つ押すだけでまたオペレーターにつながりますので、それで症状の確認であったりとか、あるいはその GPS を使って今この車両がどこにあるのかっていう住所まで下から調べて即時に対応してくれるという機能がついております。でまたその他ですね、例えば車の不具合がありまして警告のランプがついてしまったっていうケースがもしあったとして、通常であればこのドライバーの方が販売店に連絡をしてこの症状を確認してもらうしかなかったんですけれども、このコネクテッドカーはランプがついた時点でまたオペレーターの方にその情報が飛びます。で逆にそのオペレーターの方から初期対応ということでこの警告ランプがもう走行してはまずいものなのか、あるいは走行は大丈夫だけれども早急迅速な対応が必要なものなのかっていう初期のアドバイスをしてまた販売店に引き継いでくれるというサービスもまた搭載されております。またさらにですね、この新型ラブ4少し操作性でもだいぶ先進的な機能がついております。ちょっとこちらご覧いただきたいんですけれども、こちら今電動のパーキングシステムになっております。従来のパーキングブレーキというと、駐車する際に手動で引くか、足で踏み込むかっていう形だったんですが、こちらの方法はシフトをちょっと操作します。ドライブに入れた瞬間にパーキングはもう自動的に解除されると、逆に駐車する際パーキングに入れたら自動的に、サイドブレーキもかかるというような形でのすごく操作が楽になるような、機能も搭載されています。バックドアの機能についてご説明させていただきます。従来でしたらもう手動での開け閉めっていう作業だったんですけれども、こちら、スイッチがついておりまして、こちらの方で、連動で開閉をすることができます。また閉める際 もうこちらのボタン一つで操作となります。でまたこちらさらにですね、ハンズフリーのパワーバックドアという機能もついております。例えば荷物だったりとかでも両手が塞がってスイッチすら押せないというような状況があった場合ですね、こちらセンサーの方が下についておりますので、足をかざして開けることができます。で今閉める際にもセンサーを反応することで閉めることができるという機能も搭載されております。